2024年3月場所は横綱の照ノ富士が途中休場という場所でしたが、新入幕の武尊富士が優勝するという誰もが想像しなかった結果になりました。新入幕力士の優勝は110年ぶりで、年6場所制になってからは初めてのことです。また初土俵から所要10場所での幕内優勝は史上最速でした。そして武尊富士は殊勲賞、敢闘賞、技能賞の3賞を同時に受賞しており、これも2000年の琴光喜以来で、まさに記録ずくめの初優勝となり、今後抜かれることはない記録かもしれません。こうして新入幕でいきなり優勝し、世代交代の先陣を切った武尊富士ですが、絶対に負けたくないのが3月場所で最後まで優勝を争った大の里ではないでしょうか。武尊富士の記録ずくめの初優勝。武尊富士は2024年3月場所を新入幕として迎えました。1月場所では新十両でしたが、13勝2敗の成績を残して新十両優勝。わずか一場所で幕内に昇進したこともあり、多くのファンから期待される存在でした。ただ幕内の話題としては新大関の琴ノ若や貴景勝の角番などもあり、序盤は幕尻の武尊富士にそこまで大きな期待が集まっていたわけではありません。ですが武尊富士は初日から連勝を重ね、徐々に注目が集まるようになります。そして中盤以降は役力士にもぶつけられますが、会心の相撲を見せ撃破。そんな武尊富士は11日目に、優勝争いにも加わっていた新大関の琴ノ若との取り組みが組まれます。武尊富士としても初めての大関戦でしたが、突き押しで前に攻め、そのまま一気に土俵の外へ寄り切り勝利。武尊富士の会心の相撲に館内は大いに盛り上がり、初日からの連勝も11まで伸ばしました。新入幕力士の11連勝は、1960年1月場所の大鵬以来64年ぶりとなる快挙で、実況も、なんという新入幕力士でしょうか、と感嘆するほど、こうして初日からの勢いが止まらない武尊富士ですが、翌日の大関豊昇龍には負けてしまい、初めての黒星となります。ですが13日目は関脇の若元春に勝ち、連敗をしません。そして14日目の時点で単独トップになり、武尊富士は勝てば優勝という一番で、元大関の朝乃山との取り組みが組まれます。ただ武尊富士は朝乃山に組み止められた後、そのまま寄り切られて2敗。朝乃山は元大関の意地を見せる形になりましたが、武尊富士は取り組み後に右足を気にする素振りを見せ、車椅子で運ばれた後、救急車で病院に搬送されてしまいます。武尊富士は千秋楽の土俵が危ぶまれますが、師匠と相談して強行出場を選択。千秋楽の相手は立ち合いの圧力がある豪ノ山で、足を怪我した武尊富士にとっては嫌な相手です。ただ立ち合いの当たり負けだけを防ぎ、組み止めることができれば可能性はあり、すべては立ち合い勝負と見られていました。そして武尊富士はすべての力を振り絞り、押し倒しで勝負を決めます。こうして武尊富士の記録ずくめの新入幕優勝が決まり、多くの称賛の声も上がりました。八角理事長は右足首負傷に耐えて優勝したことについて、大したものだ。気持ちが強かった。いい根性をしている、と称賛。また八角理事長は最後まで優勝を争った大の里も高く評価した上で、他の若手もやればできるんだと思ってほしい、と新世代による相乗効果に期待しました。新入幕ながら優勝を決め、八角理事長からも称賛された武尊富士ですが、怪我を押しての強行出場だったこともあり、場所後の巡業などは欠席し、5月場所の休場も発表されます。怪我の状況が心配される武尊富士ですが、世代交代の先陣を切ったのは確かです。そんな武尊富士が絶対に負けたくないのが、大の里ではないでしょうか。武尊富士の大の里への対抗心とライバル関係。
2024年3月場所では、タケル富士と共に最後まで優勝を争ったのが、入幕2場所目の大の里でした。年齢では大の里が一つ下ですが、二人は少年時代から顔を合わせており、学生時代から対戦もあります。合計で4度の対戦があり、成績は2勝2敗でしたが、学生時代の実績には大きな差がありました。タケル富士は中学卒業後に鳥取城北高校に進学し、相撲の名門日本大学相撲部から伊勢ヶ浜部屋に入門します。一方、大の里は石川出身ですが、中学から新潟県の学校へ相撲留学。日本体育大学時代は2年連続アマチュア横綱の称号を手にし、二所ノ関部屋に入門しています。そして大の里は大学時代にタイトルを獲得し、幕下10枚目格付け出しでデビュー。入門前から各部屋が争奪戦を繰り広げるほどでした。ですが、タケル富士は高校大学と怪我に泣かされ、タイトルを取ることができず、前相撲からのスタートになります。新入幕も年下の大の里の方が一場所早く、タケル富士としてはプロに入ってからは常に大の里を追う形でした。タケル富士本人も、大の里は学生時代、僕よりはるかに上の記録を持っていた。僕は知名度もなく、下から頑張ろうと思って入ってきた。と常に上の存在だったとコメントしています。そんな二人のプロ初対決は2024年3月場所10日目でした。この日まで全勝としていたタケル富士と1敗の大の里の直接対決が組まれます。優勝争いに関わる大きな一番に館内の注目も集まりますが、結果はわずか3秒ほどでタケル富士が大の里を押し出し快勝。この一番に勝ったことで、タケル富士は初日から無傷の10連勝とし、優勝にも大きく近づきます。タケル富士は取り組み後、大相撲の大舞台で対戦したいと思ってやってきた。自信になる。部屋で稽古を積み重ねて、結果になって嬉しい。とライバルに勝った嬉しさを明かしていました。この場所の大の里は最終的に11勝4敗で、敢闘賞と技能賞のダブル受賞。タケル富士は新入幕での幕内最高優勝と三賞総なめという大記録を作りました。そして千秋楽の取り組み終了後、三賞受賞者による写真撮影では、この二人が並んで言葉を交わす場面があったそうです。大の里の方から、お疲れっす、とタケル富士に声をかけ、小声で話しかけており、それに対して、タケル富士は笑顔で、気合だけ、と答えていたと言います。タケル富士は14日目に怪我をして千秋楽は強行出場だったので、おそらく大の里は怪我をした足は大丈夫なのかを心配して聞いていたのでしょう。ただ対抗心を燃やすだけではなく、強行出場したタケル富士を気遣えるのも本当にライバルだと思っているからなのかもしれません。そしてファンは若手二人の活躍を見て、今場所を見て、いつの日か、大の里とタケル富士の大竹時代が来ると感じた。ここからお互い切磋琢磨して時代を築いてほしい。とコメント。二人のライバル関係は相撲ファンに大きな期待を抱かせています。大竹時代への大いなる期待。大の里とタケル富士の活躍でこれからは大竹時代へ突入していく予感もありますが、相撲界にはこれまでもライバルと言われる力士たちが活躍した時代がありました。まず1960年代には柏戸と大鵬がしのぎを削り、毎場所のように優勝を争う展開になっています。そんな柏戸と大鵬は本名で土俵に上がっていた頃から互いに意識し合う存在でした。大鵬は十両時代に、立ち合いに突っ張ることを勉強して、柏戸さんみたいな力士になりたい、と明言しており、柏戸を意識していたこともわかります。また、1970年代になると、和島と北の海がしのぎを削るようになりました。対戦成績は和島の23勝21敗で、和島が横綱を務めてからは北の海の全盛期と重なり、二人の熱戦に相撲ファンは釘付けになります。
いつの時代もライバルがいると取り組み自体も盛り上がり、互いにしのぎを削ることで熱戦が生まれるのでしょう。こうして武尊富士は大の里に対して常にライバル意識を持ち続けていましたが、この気持ちは大の里も同じです。大の里は2024年5月場所で新小結びになりましたが、新三役のインタビューで3月場所を振り返り、悔いの残る一番として3月場所の武尊富士戦を挙げています。大の里は常に自分が一歩先を進んでいたこともあり、優勝に関わる大一番で負けてしまったことは悔しくてたまらなかったのでしょう。ただこの悔しさを稽古にぶつけたこともあり、大の里は5月場所でも横綱大関を破る活躍を見せています。逆に武尊富士は怪我の治療のために休場となり、番付では大きな差がつきました。ただこの悔しさを稽古にぶつけることで武尊富士は強くなりますし、番付を戻して大の里とまた対戦が組まれた際は熱戦になるのは間違いないでしょう。近年は幕内上位と下位の差がなくなってきたことで番付崩壊とも言われ、昔のようにライバルと言われる二人の力士が相撲界を引っ張ることは少なくなりました。ですがここ数場所の武尊富士と大の里の活躍を見ていると、この二人が今後の相撲界を引っ張っていく存在になりつつあります。大の里は毎場所強くなっていますし、5月場所は怪我で休場中の武尊富士も強くなって戻ってくるはずです。武尊富士が所属する伊勢ヶ浜部屋は指導力もあり、何より大怪我から復帰して横綱になった照ノ富士がいます。稽古相手も十分いる環境なので、武尊富士も怪我さえ治ればすぐに大の里に追いつき、そして追い越していくかもしれません。これからは武尊富士と大の里に大きな注目をしていくべきでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。